俊寛様はお文をお置きになると、じっと腕組みをなすったまま大きい息をおつきになりました。姫はもう12になったはずじゃな。俺も都には未練はないが、姫にだけは一目会いたい。私は御心中を思いやりながら、ただ涙ばかり拭っていました。しかし、会えぬものならば、泣くな、ありよう。いや、泣きたければ泣いてもいい。しかし、このシャバ世界には、いちいち泣いては泣き尽くせぬほど、悲しいことがたくさんあるぞ。ご主人は後ろの黒木の柱にゆっくり背中をお寄せになってから、寂しそうにご微笑なさいました。女房も死ぬ、若も死ぬ、姫には一生会えぬかもしれぬ。館や山荘も俺のものではない。俺は一人、離れ島に老いの来るのを待っている。これが俺の今の様じゃ。が、この苦言を受けているのは、何も俺一人に限ったことではない。俺一人宗九の大会に没在していると考えるのは、仏弟子にも似合わぬ増上慢じゃ。増上狂慢なお世俗白へのよろしきところにあらず、観難の多いのに誇る心もやはり邪業には違いあるまい。その心さえ覗いてしまえば、この俗三遍土のうちにも、俺ほどの苦を受けているものは、豪賀者の数より多いかもしれぬ。いや、人外に生まれ出たものは、たとえこの島に流されずとも、皆俺と同じように、孤独の嘆を漏らしているのじゃ。村上の帝第七の王子、二本中司親王六代の後院、仁和寺の法院勘賀が子、京極の源の大納言正敏卿の孫に生まれたのは、こういう俊寛一人じゃが、雨が下には、千の俊寛、万の俊寛、十万の俊寛、百億の俊寛が流されている。俊寛様はこうおっしゃると、たちまちまた御目のどこかに陽気な見景色がひらめきました。一条二条の王子の辻に、盲人が一人さまようているのは、世にも哀れに見えるかもしれぬ。が、広い洛中洛外、無量無数の盲人どもに満ち満ちたところを眺めたら、ありよう、お前はどうすると思う？俺ならば真っ先に吹き出してしまうぞ。俺の島流しも同じことじゃ。十方に遍満した俊寛どもが、皆、ただ一人流されたように、泣きつわめきつしていると思えば、涙のうちにも笑わずにはいられぬ。ありよう、三界一心と知った上は、何よりもまず、
笑うことを学べ。笑うことを学ぶためには、まず増上慢を捨てねばならぬ。世尊のご出世は、我々衆生に笑うことを教えに来られたのじゃ。大発涅槃の御時にさえ、摩訶迦葉は笑ったではないか。その時は私もいつの間にか頬の上の涙が乾いていました。するとご主人は、すだれ越しに遠い星空をご覧になりながら、お前が都へ帰ったら、姫にも嘆きをするよりは笑うことを学べと言ってくれい。と何事もないようにおっしゃるのです。私は都へは帰りません。もう一度私の目の中には新たに涙が浮かんできました。今度はそういうお言葉をお恨みに思った涙なのです。私は都にいた時の通り、おそば勤めをするつもりです。年取った一人の母さえ捨て、兄弟にも司祭は話さずに、はるばるこの島へ渡ってきたのは、そのためばかりではありませんか。私はそうおっしゃられるほど、命が惜しいように見えるでしょうか。私はそれほど恩義を知らぬ人非人のように見えるでしょうか。私はそれほど、それほど愚かとは思わなかった。ご主人はまた前のようにニコニコお笑いになりました。お前がこの島にとどまっていれば、姫に安否を知らせるのは誰が他に務めるのじゃ。俺は一人でも不自由はせぬ。まして家事王というわらべがいる。と言ってもまさか妬みなぞはすまいな。あれは頼りのないみなしごじゃ。幼い島流しの瞬間じゃ。お前は便箋のあり次第、早速都へ帰るがいい。その代わり、今夜は姫への土産に、俺の島住まいがどんなだったか、それをお前に話して聞かそう。またお前は泣いているな。よしよし。ではやはり泣きながら俺の話を聞いてくれい。俺は一人笑いながら勝手に話を続けるだけじゃ。俊寛様は悠々と芭蕉扇をお使いなさりながら、島住まいのお話をなさり始めました。軒先に垂れたすだれの上には、灯火の光を訪ねてきたのでしょう。かすかに虫の這う音が聞こえています。私は頭を垂れたまま、じっとお話に伺い入りました。